もしもし、テレフォン人生相談、勝野博です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日はどんなご相談ですか？娘のことなんですけれども。はい。私、52歳です。52歳。はい。主人も52歳です。はい。娘は27歳で、はい、もう結婚して、旦那さんと子供2人と別に暮らしております。それと、あと長男が23歳で、自立して自分で暮らしております。はい。それで？先日、昔のアルバムを一人で見てたんですけれども、はい、その中に娘と私が二人で写っている写真がありまして、はい、その写真の私の顔のところにマジックでくたくたって書かれていまして、はい、その横 の, コメント欄に死ねって書かれてたんですね。それでその写真は私と娘だしだけしか写ってませんし、はい、娘のアルバムなので娘がどんな風にしたんだと思ったんですけれども、はい、その当時はその写真では娘は中学生くらいだと思うんですよね、はい、で私はまさか娘が私のことをそんな風に思っていた時期があったなんて知らなかったというか分かってなかったんですけれども、はい、死ねって書かれるほど私なんか悪いことをしたのかなって思ってもあまり思い当たらないんですけれども、はい、そして今はもう全然そんなことなくって孫たちもよく来ますし娘とも話しますし娘はもう私に対していつも経済的にも肉体的にも精神的にもいろいろ頼ってきてくれますので今はその娘はお母さんいつもありがとうお世話になってごめんねって言うんですけれども、はい、だけど心の中で私のことを本当は嫌いとか思っているのかもしれないかなとかいろいろ思ってしまうんですよね、はい、けど思っても仕方ないんでしょうけどもどうなのかなって思うんですよね。その2人で撮られた写真というのは娘さんが中学校の頃で、はいはい、その時期に何かありました？それといったことはないですけれども、はい、まあ、受験時期はちょっと何ですかおかしくなったって言ったら言い過ぎですけれども自分分相応なところを受験しようとしていたものですから、はい、勉強は大変だったと思います。その写真は受験の時期なんですか？はっきり分からないんですけれども、はい、例えば受験の時期だとちょっと勉強しすぎたりとかいろんな悩みがあったりとかしてそういう時にまた勉強しろ勉強しろとか言ったかもしれないじゃないですか。まあ、言ったかもしれないですね、うん、だからそういうなんかちょっとしたことかなとも思うし、はい、でも本当に心当たりないんですか？心当たりは本当にないですが、はい、私は結婚して普通にもう妊娠して娘を産んだんですけど、はい、結婚の翌年に、はい、あまりその子供が好きじゃなかったし、はい、子供ができたことも生まれたこともものすごく嬉しいってことはなかったです。だから人並みの母親のするようなことはお世話とかいろんなものを食べさせる着させるとかは不自由なくさせたかもしれませんけれども、うん、もう可愛くって可愛くってしょうがないっていうふうな、うん、今娘が自分の子供たちにしてるみたいな、うん、もう子供うちの子供可愛いよねとかいうふうな気持ちにはなれなかったし夫の両親と同居してましたのであまりその自分の子供が可愛い可愛くてとかいうふうな表現はしたことはなかったと思います、はい、それで私この前夫に私娘を可愛がってなかったかなって言ったんですね、はい、そしたら夫は、はい、そんなことない可愛がってたよって言いました。ご主人がそう言われた、はい、でも私は正直な気持ちそんなに可愛くてっていうふうな育て方はしてないかったかなと思います。ただちゃんと育てなければいけないちゃんと子供が望むことは全部与えてとにかく世間に恥ずかしくないように育てないといけないってことだけは思ってました、うん、娘さんに直接その写真のことを聞いたりしました？いえ聞いておりません。聞く気もありません。多分本人忘れていると思います。それで今日のご相談内容は？そのことはもう全く忘れた方がいいんでしょうか？それともそんな風に思われてた自分っていうのも自分の中で考えながら付き合った方がいいのかなとどうした方がいいんでしょうかと思いまして。そのことが今日のご相談内容ですね。はい、はい、そうです。わかりました、はい、それではですね今日はこちらに幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃいますのでお尋ねしてみたいと思います。先生よろしくお願いいたします。こんにちは。
こんにちは。素晴らしい親子ですね。と申しますのは、人は事実と真実は違うんですよね。この中で、事実は誰かがあなたの顔のところにくちゃくちゃっとマジックで書いた。これ事実ですよね。はい。で、その真実はそれぞれの世界観で見ますよね。あなたの場合には何か私がやったんじゃないかと思ってますよね。あなたの世界観で判断したんですよね。はい。そうですよね。で、私はこれ違うと思って言えるのはですね。はい。人間って、本当に嫌いになった時、死ねと思った時に、そのアルバムに残しておくでしょうかね。人は破いて捨てるんだと思うんですね。もしですよ、これは仮にお嬢さんが書いたとしましょうか。はい、ね。その場合に、本当にあなたが憎かったら、その写真捨ててもいいわけじゃないですか。そうでしょ？そこにあなたの写真っていう思いを捨てられない親を思う心と、その時何か悔しくって、死んじゃえばいいわお母さんと思ってやったかもしれない。はい、そうですよね、はい。私はどちらかというと、後者だと思ってるんです。というのはですね、はい、もう私自身がすごく恥ずかしいんですけども、私は父が大好きだったんですね。はい、でも、私もあまりお勉強好きではなかったので、どっかで非常に無理なことを要求するものですから、はい、そうすると、ああ、死んでほしいなと思う時はやっぱりあります。悔しくてね。けど、はい、死んでほしいっていうのは願望ではなくって感情ですよね。で、はい、ある時ですね、母のところに割り口をね、電話でしたんです。ところがたまたま母がですがね、機械の操作が間違いまして、しっかりと私が面々と父の割り口を言った言葉がそのテープに残ったんですね。はい。で、母もそれは知らなかったんです。私もそれを知らなかったんです。はい。で、すっきりとその父の割り口なんか全部喋りましたね。そうすると、はい、あとはお腹の中に空っぽになると、あんなこと言っちゃっていいのかなって今度罪悪感になるんですね。感情が全部出してしまうと、後に残るのは、そこまで言っていいのっていう罪悪感が人間にはあるんですね。はい。で、ある時ですね、父が私を呼んでですね、実はね、すごくそのあなたがね、苦しんで苦労したことを僕は知らなかった。突然言い出したんですよ。はい。で、これをそのままね、自分のお腹に収めて、あの世に行くのは辛いって父が言い出したんで、何を言ってんのか私には分からなかったんです。で、父は、本当にこれだけ憎しみがあったのかと思った時に、夜寝れなかったんですって。はい。そして、実はね、ってその、留守番テープを私の方に出したんです。はい。で、これをね、全部聞いてしまったんだって言うんです。はい。でもね、これだけね、僕はね、あなたがね、大好きなお父さんと言ってるのでね、まさかと思ったけれども、まあ、よく言ったと思うぐらいに、聞くに耐えないぐらいのことを、私はあの時感情的だったものですから、父としたら、もう本当にショックだったみたいですよ。そうですね。で、その後言った言葉がね、はい、怒るんじゃないんですね。はあ、悪かったねって言うんですよ。こんなに苦しんだんだねって言われた時に、私はもうそこから立ち上がれなかったですよね。で、なんと親不孝のことをしたんだろうと思ったんです。で、それからですね、ごめんなさいとかそういう言葉ではなくって、はい、そんなに苦しかったのか気づかなかったこの自分って言われた時にね、今度は自分の方に反省するんですね。もうこれは私の、ね、人生絶対忘れられないことなんですけどね。はい、となると、今あなたがね、今日面々としてますでしょ、まさかの子がって。でもそれはね、本心っていうのね、憎しんだからこそ、この程度いいじゃないかってことがあるんですね。お嬢様の場合はただマジックでやっただけでしょ、はい、私は生の声で、永遠とですよ。だから15分以上じゃないかしらね。はい。私はね、それを今思うとね、はい。父はどんな気持ちで、あれを聞いたのかなと思った時の、自分の罪の意識ってのはね、未だとってこう消えないんです。はい。でもね、はい、今になると、この年になりますとね、祖母がね、祖母はもっと前に亡くなりましたけども、今になって一つ一つの祖母の話が思い出すのは、はい、どんなことが起きても、自分がどうしようと思ったこととか、すごくショックなこととか、はい、考えられないことが起きても、それはいつか必ず、あれがあったから、今が自分があるんだっていうことをね、祖母がよく言ったんですよ。だから、避けてはダメ、逃げてはダメっていう言葉がね、何度となくあったんですけども、今父にすごい打撃を与えたあの時の私でしたけれども、はい、今になると、あれが
体験経験以上に勝る学習はなかったですね。それを考えますとね、たまたまあなたがそのアルバムを見たんですよね。それは多分メッセージでね、今このいいお嬢さんでもこんなに苦しかった時期があったのよ。でも決してあなたは嫌いを生んではなくって、これからももっともっと絆が深くなるためのその一つの節目だとあなたがそれを解釈したならば、これはそうか、あの頃きっとこの子も苦労したんじゃないかなってことを理解していただきたいんですね。で、次のステップなんです。これをあなたがどちらも選択するのあなたなんです。一つはそのままあなたの胸の内に収めて、そのまま一歩一歩前に行くか。はい。それとも時期を見て、お母さんね、あなたのことをすごく理解できなかった。苦しかったでしょうねって言って黙ってる。そうするとお嬢さんは何があったのって聞きますよ、きっと。聞いてくれなかったらそれ前だけども。はい。そして、いや、実は何役見たアルバムにねってことが、あなたが言える勇気が出たなら、その時に怒るんではなくって、ここまでもお母さんは苦しめたのねっていうことをあなたがの言葉から出たら、このお嬢さん一生あなたの愛に忘れないでしょうね。このお嬢様はあなたを好きですよ、本当に。じゃなければこの写真はもう捨てています。あなただったら捨てませんか？ハサミで切って切り刻んでもいいわけでしょ。お母さん助けてってことなんです、あれば。だからお母さんを切ることはできないんです。そのぐらいに精神的に追い詰められた時だと私は理解するんですね。その世界観、この写真一枚をあなたがどう理解するかはあなたの世界観なんですね。私は一瞬お母様の話を聞いた時にクスッと笑ってしまうぐらいに、こんな可愛い気持ちでね、どっかで自分の寂しさとか不安とか悔しさをね、発散した。でも捨てなかった。このお嬢さんの可愛らしさっていうかしらね、いじらしさを感じるんです。そうなんですね。ね、あなただったら逆に切っちゃうでしょ、ハサミで。悔しかったら。そうですね。人目につかないようにする。そうでしょ。それを彼女は自分の感情だけだったんです。だから素晴らしい子育てをしたんだなと私は思ってるんですね。はい。ご主人様がね、君は一生懸命育って言ってあなた泣いてましたよね。はい。それぐらい幸せな家族なんです。幸せだからこそ、ちょっと一つのことがね、見えると、あなたはガラガラっと崩れてしまうかもしれませんけれども、はい、事実をどう受け止めるかによって、はい、人の幸せを幸せっていうのは、ベクトルが違う方に行ってしまうんですね。はい。表面的に出る言葉を、そのまま信じてしまうと、コミュニケーションができなくなりますよ。あなた、本当に嫌いな人に死ねって言葉言えますか？言えないでしょ？言えませんね。ね。だけど、あなただったら分かってくれると思っていたのに、はい、分かってくれないと思う相手には、死んじゃえばいいのにって言いませんか？そうですね。それが真実なんです。それが全ての答えだと思いますけれども、今、加藤先生聞いていますね。先生、いかがでしょう？はい。私も、ちょっとだけ一言よろしいでしょうか？はい、お願いします。僕ね、先生の話今なるほどと思いながら聞いてたんですけど、先ほどお聞きしてて娘さんが最近ありがとう、はい、ありがとうって言ってくれるって言いましたよね。はい。これってすごく素晴らしいことだと思うんですよ。だからあなたが心配なさるようなそういう写真のことはもう全部忘れてると思うんですね、娘さんは。はい、はい、母親はもっとドーンとしといてくださいよ。はい、わかりました。それでね、もう一つ提案があるんですけども、自分家のことで恐縮なんですけども、なんかあるときは必ず抱擁するんですよ。はい。黙って。それだけで、例えば喧嘩して僕が謝りたいとき、抱擁だけでわかるんですよ。あ、パパ謝ってるっていうのね。そういう、あるんですよ。ただ、うちはそんな柄じゃないんですよ、ね。いや、柄じゃなくて気持ちでやるんですよ。ちょっと抱擁したいんだけどいいっていうふうに。そんな感じで、ぜひ提案ですけども、抱きしめてあげてください。これでよろしいでしょうか。ぜひお勧めいたします。ありがとうございました。はい、じゃあお幸せに。じゃあ失礼いたします。